小三角六辺形二重面体正型多面体は多面体の一つ。多面体の各辺や各面を広げていくと何回か交わるが、この時にできる立体が星型多面体である。また、このような操作を星型化といい面を星型化した多面体の一つの面が、他の面と交わる時にできた光線図を星型パターンという。星型多面体の中で、 おそらく一番有名なものは、小星型十二面体、または星型星十二面体と呼ばれるものである。名前の通り星十二面体の辺と面のどちらを星型化してもできる多面体で星型星多面体の一種であり、星型正五角形十二枚、辺三十本、頂点十二個からなる立体で、一つの頂点に五枚の星型正五角形が集まる。星型正多面体は、 正多面体の条件を満たす星型多面体のことである。面を星型化した多面体のうち、どのような図形を星型多面体と呼ぶかの条件は以下の通りである。これは、正二重面体の星型の総数を求めるとき、JCP ミラーによって提案されたものである。ある多面体の面による星型を区別するには、ラベルのようなものをつける必要がある。 その方法は次の通りである。ある多面体を星型化するといくつかの方に分かれ、その時前の多面体に完全に覆いかぶさる方を層という。最初の層を A、次の層を B というようにアルファベットで表す。またその層が数種類の形状に分けられる場合は B1、B2 というように数字をつける。またこれらの方の中には二つの鏡像に分けられるものがある。 それは、右手形を B1 というようにサイズで、左手形を B1 というように車体でそれぞれ表す。ある層より、内部の方すべてを使っている場合は大文字で表し、元の多面体は A で表すことになる。正四面体、正六面体からは、辺、面のどちらからでも、新しい図形を作ることはできない。辺による星型かからは作れない。面による星型は、 以下の2種類である。辺による星型化からは、こぼし型十二面体ができる。面による星型は、以下の4種類である。一覧表は、正十二面体の星型一覧にある。辺による星型化からは、大星型十二面体ができる。正二十面体の面による、星型の方は A、B、C、D、E1、E2、F1、F1、F1、F2。F G1、G2、H がある。星型は全部で59種類あり、そのうちの27種類はねじれた外観を持つ。主な星型には以下のようなものがある。詳しくは、正二十面体の星型一覧を参照のこと。ありがとうございます。